さあというわけで大会の冒頭で、今日はアルカナブラッドやりたいから GWB やらないよみたいなこと言ってましたけど、まああれは嘘で、神奈川からね遠征に来ているよもぎさんの希望で、優勝者のマッチのマイとのこういう分からせバトル5試合選手勝ち対戦を行いたいと思います。白麺マイ夏麺さあ、ワンピーガーが The Wheel of Fate is turning Rebel よもぎ白麺、ツーピーガーが待ち前です。さあ、この2人による今日はこういう分からせバトルになりますが、どうか。さあ、おかしい直側からの多分ダッシュ TV は確定ですね。半角です。さあ、投げというか、斬新を読んでちょっと待ってからのカウンター。何かかって、さあ圧があるが危ない。脇も残鉄もガード、エンパの下でガードして、さらに斬新までガードした。これは素晴らしいですね。さあ、ゼンタは使ったんですが崩せず、一方選手したのは前。さあ、やりコン使ってますが、やっぱりそれはさすがに立ち見は拾えないです。ここありますが、さあ、レンガエンマと繋いでいって3000は超えたんですが、ちょっと見せてしまったか。ここを決めてボディ、エンマはガードしている。柳もガード、家もガードして、さあ、これは釣られませんでした。逆転しての6D かな。ヤンシー重ね、これはしっかり決めました。クラッシュトリガーからの立ち火ダンク。さあ、まず1勝したのは待ち前です。ただ5試合選手なんで、まだまだ。先週なんか10試合選手ですからね。さあ、第2戦目、現在は0-1です。さあ、まあ、せっかくなんでみたいなノリで、記念受験的なあれになっておりますが、なんとか一発かましていってもらいたいですね。そして、なんと移動権には2ブース鬼、6。さあ、これは逃げますね。弾は溜まりますが、まあ、近距離で怒られるか。さあ、ゆったか投げる。ここは、画面一致しっかり調整決めています。さあ、立ち火が見えているので、多分ホタルかなんかを出そうとしてるんでしょうが、まあ、ジャンシー完全に重なったのでジャンプ技なんて出ませんよ。おっと、いい拾いだったな。ここでグレン入れたら神ハッピー。さあ、徳がしている。またも行く。ここは西拾い。さあ、ジミー、これはバーストしていくが、さあ、白麺ちょっと苦しいですね。ガードは硬い上に一瞬
りの中央技に半角入れてくるから7番目の舞台に入れて変化からおおフルに使っていった3400アジリア押しっぱなし連覇溜まっていくぞいるなジャンシーまでは入んないですね多分ね補正的にさあワンチャンスにゲージをフルで入ってくるスタンスいいですよ追い上げるこのラウンド取れるのかスタシッあ残るいいさあっとリボサグレンこれが当たって1-1でファイナルラウンドレボル3アクションさあ画面上に追い詰めてダッチエカウンターから下がってないがもう一回ダッチエ指導のコンボいやーから2B 上がっているオビ西井大工これは綺麗に決めましたキャンセルオーディコンを決めてさあ1ラウンドは取ったんですが及ばず2試合目も待ち前が勝利となります第3試合The Wheel of Fate is turning Rebel 1ワオさあこれは半角じゃないっぽいかな確かにさあ 2D にはジャンプシーンカウンターテイクアシュ B ジャニエ局面は繋いでいくおうジャンシーカウンター戻してこれはゆっかけが通ります連覇決めてジャンシーに落とすクーラゲは置いてあったが受け身を取らずにやり過ごしてコンボミスっているがそうなの大体減らないイメージだけどこれああ確かに減りますねダンクが減る一本練習したのは前第一あと裏に回っていましたかね今おういい反応さあ強気に技を振っていくやーっとなんと投げ抜けが漏れ投げが漏れていましたかね勝ちねーさあ2連勝ちへせーの肘が当たってそれ指導は痛い勝利したのは町前3勝さあ第4戦目となります時間 The Wheel of Fate is turning Rebel 1 Action おっと怪しいカウンターでバーストダンシーカウンターでバーストさあしっかり槍を切っていきますと重要残念当たらないマン 6B が見えていたかあしかも BA アクティブローバージョンですね BA お
怖い。ジャンピング通してしっかり決めていきます。一本転入したら前。レベル2アクション。さあ、ダジー D、 ちょっとやっぱり斬新がバレてますね。こうなると四隅に弱いと。そこなんですが、OD が来る投げも逆に投げていく。やらぎおっとタッチシート 2B 相打ち。おっとジャンシーをジャンシー取って落としていく。投げ通してあるよこれ。ない。いやー今のミスはちょっと痛かったですね。もったいなかった。まあ1枚が4連勝。さあ分からずにリーチをかけます。The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action. さあ 6D で取っていきます。前がテイクダッシュ B を当てて8本決める。さあ移動権は通しません。実家ね、これはちょっとダーですね。タクシー当たる。ラスト。そうだ、ジャンプ D でジャッシュカーですけど、ジャンプ D で向こう行く。さあコンボは下っているか。タクシーキャンセル、ダンクを決めていく。なんとかなりそう。レベル2アクション。足当たるか、足当たるか、大丈夫。パンシー当たってるけどね、あのドーミッチャクで振るのはなかなか勇気ありますけど。石川だ。ここはしっかり BBWA で無理しなんとか見たっけ。寄っていきます。飛んでいる。ルーバーでしのいでいきましたが、タッチで一度これ痛い。これは残りますが、次ベンカーガードして CA 使っていくが 6D キャンセル。雪風チップ当たる。さあ連打からのキャンセルは柳とはいえ決めて減った。嫌な言い方で連打ガード。さあお見合いからの 2A が白面が当たった先に当てて11でファイナルラウンド。ジャンプディ。おう、さあリード、画面がリードを広げていくが、ここでタクシー当たる。しかしコンボミス。あるタクシー当たってジャンプディバスト。さあ、あるがチップパラした。これはガード。ジャンプディスバキ 3C。 さあ当てみよすぎるがカウンターではない。
まいこと新運び棒を決めて、あー出しやってか、それでも 6D を打つ。さあここで、一矢報いました。よもぎ白麺が1勝1勝です。The wheel of fate is turning. Rebel one. Action. Counter. 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 c o さあ連火ループ減らねえ2500円全然少ない、2倍はいいよ、よくないか、10本はね2倍よくないって、この昔アートの偉い人も言ってましたから。さあ6点椿もガード、さあちょっと待ってか、ニエニエこれが当たって一本選手したら前、おっとそうだよね、槍もマジで取れるからああいうこともありえますね。さあ 2D 取っていく、ジャンプ D、 スパイクからジャンプ D だ、ホタル今あるゲージを全部使っていくスタイルですね。指導が悪いとかあんま気にならない。さあ 6D はいいね、これはバースト止まる前に OD が入る。何どういうことって感じで、最後は槍投げかからの、コンボを決めて勝利したのは、あというか本日の GWB よもぎ白麺対町前は1号で町前の勝利となりました。お疲れ様です。